テレ東ビズ。変わった。面影はありますか？面影は、建物は同じです。形は同じです。今から16年前の2006年、7月1日、僕が28の時ですね。ジョリーパスタっていうパスタチェーンの居抜きの後にステーキ券で出店したんですね。改装費は300万で作れたんですよ。そんな条件で店作れるならやろうよっていうんで1号店を出したんですよ。ほんで7月1日ですよ、11時半のオープンで、あの窓の前の席に座って駐車場を眺めてたんですよ。そしたらもう、あ、1台入ってきた、1台入ってきたって言って、そしたらもう30分で満席。もう震えましたよね。掴んだみたいな。300万で作った店が初月1000万売りましたから、やっちゃったよみたいな。これはとんでもないことになるぞと、とんでもない金脈を見つけちゃったよみたいな、そんな思いでしたね。1号店を成功させた時の思いは。ここから1キロ先のそのファミレスチェーン店さんの中華料理のお店がそのステーキ屋に変わって、で、この 1.5 キロぐらいにあるところのファミレスがまたステーキのお店になって、で、我々間に挟まれてるから、例えばそれまで1200万売ってた店がこっちができると800万になって、で、こっちができると600万になってって下がっていくわけですよ。で、それをもう徹底的にやられたんで、すごいできる優秀なアルバイトさんが入ってきたなって言って、直営店にすごいできるアルバイトさんだから社員にって誘うわけですよ。ところが固くなに、いや、あの、僕はバイトでいいんでって断るんですよ。で、もちろん仕事できるから店長業務なんかもやらせるんですけど、そうするともう会社のパソコンの情報内に全部入れますから、売上が全部筒抜けになるじゃないですか。全店の1ヶ月ぐらいしたら辞めちゃうんですよ、その子が。元気がいい時はそんな真似されたぐらいで負ける方が悪いなんて強がって言ってましたけど、やっぱリアルに勝てないですよね。あわよくばじゃないですけど、若気の至りじゃないですけど、その大手と戦えるって思っちゃったんですよ。なぜなら大手チェーンのファミリーレストランの撤退の後に我々が出て成果を残しちゃったわけですから。だからそこがちょっと勘違いをしてしまって、戦えるんじゃないのかなって思ったことが多分敗因だったのかなっていう、今思えば。